やれるだけやってみるか。よし、行くぞ。第一、あの巨人を援護しろ。援護だ。トラー、名付けてゴムラアーマー。サイバーエレキングアーマーアクティブ。ワンフォーオールフォーワン。やった、やった、エクスキューション。死など怖くない。あなた一人を危険な目に遭わせるわけにはいかない。エクス、ユナイトだ。行くぞ、第一。世界が滅びてなくなろうとしても、誰かを守れる勇気を持っていられるか。でも一人では進めない時あるよ。だから君と明日を信じて飛ぶんだ。共に戦うんだ。夢俺は大空大地、特殊防衛チームジオの一員として日々活動しているんだ。熱源が接近中。50メートル、40、30。どっち？上だ。そんなある日、溶鉄怪獣デマーガが突然姿を現した。タイプ G、 体長約50メートル、南南西 2.7 キロに梅沢市市街地。住民に緊急避難指示を。了解。エリア ST7、 目指す市街地に接近中。デマーガは街を次々と破壊しながら進んでいく。絶体絶命かと思ったその時、まばゆい光が俺を守ってくれた。この時俺は出会ったんだ、光の巨人ウルトラマン X と。何これ、どうなった。説明は後だ。行くぞ大地。え、なんだこれ。おー、俺高いとこダメなんだよ。俺はウルトラマン X と一体化して共に戦うことになった。っていうとなんだかすごそうだけど、最初はびっくりしすぎてカッコ悪いとこも見せちゃってたな。でも仲間のアスナ隊員を守らなきゃって思ったら、自然と体が動いてた。おっと来るぞ。なんだかよくわかんないけど、やれるだけやってみるか。よし、行くぞ大地。よし、今だ。行くぞ大地。俺と X、2人の心が完全に一つになった時に放つことができる、ザナディウム光線。ザナディウム光線。
怪獣を倒すのではなく、スパークドールズに戻すことができるすごい力を持っている。あの光線でデマーガをスパークドールズにしたのか。お前ほんとすごい力を持ってるな。正確には君と私の力だ。スパークドールズっていうのは、もともとこの地球に眠っていた怪獣の姿をしている小さな人形だけど、15年前に起きたウルトラフレアという現象で眠っていた怪獣たちが次々と蘇るようになってしまった。 X の話によると、このウルトラフレアが起きてしまったのは彼の戦いの結果らしい。太陽系を滅ぼそうとしていた敵を止めるため、仕方なく太陽に敵を投げ込んだ X。 そのせいで異常な爆発が起きて地球に影響を与えてしまったらしいんだ。そして俺の両親も。父さんは？お母さん助けに行ってくるから絶対にここを動くな。いいな。俺は行方不明になった父さんと母さんを見つけ出すため科学者になった。そしてジオに入ったんだ。ジオはウルトラフレアの影響で出現した怪獣たちに立ち向かうため、人類が設立した特殊防衛チーム。ジオ出動。了解。ウルトラマンの力を持った光線銃、ウルトライザー。ジオアトス、ジョイントゥジオマスケッティ。そして特装車と合体して3種類のメカに変形するジオマスケッティなどのメカで、怪獣から人類を守るために活躍しているんだ。俺と X もこのメカと頼もしい仲間たちに何度も助けられたんだ。ファントムライルケノン発射。これらの超技術は友好的な宇宙人ファントン星人グルマー博士の協力のおかげなんだよ。悪いな、もう少し。博士だけで開発したんじゃないもん。そうそう、ラボチームの仲間マモルとルイも新しい技術の開発に一役買っている。やってって。さあエレちゃん、みんなお出かけよ。そんな俺たちが研究を進めているのが、スパークドールズを分析して怪獣をデータ化するサイバー怪獣技術なんだ。サイバー怪獣技術はジオの戦いを強力にサポートしてくれる。できた。やったー、やったー。テレスドンのスパークドールズを研究して開発した新兵器っす。テレスドンの溶岩熱線と同じ効果があるからね。サイバーテレスドン、ロードします。溶岩熱線発射。サイバー怪獣技術とジオの仲間が俺と X の大ピンチを救ってくれた。やったー。ここからは俺たちの戦いだ X。 アタッカー X。 よし、行くぞ。ああ、ザ・ゲーム光線。
ありがとう、渡るさん、ハヤトさん。火山会長バードンの猛毒のくちばしが俺たちに襲いかかる。博士、あのくちばしを封じる方法は？ない。いや、あるか。サイバーゴモラと X を合体させてもいいか？そんなことが可能なのか？ものは試しだ。守る！ルイ！ルイ！データ転送！はい！ X さん！受け取って！なんだこれ？やってみるぞ X！ 頼むぞ！ゴモラ！サイバーゴモラ、ロードします。ジオのサイバー怪獣技術は、X に思わぬ力を与えてくれた。サイバー怪獣の力をアーマーに変えて装着するモンスアーマーだ。サイバーゴモラアーマーアクティブ。地球人のサイバー怪獣技術と X のコラボ、名付けてゴモラアーマー。変えるじゃないか、ゴモラ、いいだろ？ちょっと重いけどな。サイバーエレキング、ロードします。アーマーとなった怪獣の能力で、俺と X はもっと強くなることができるんだ。エレキング電撃だ！怪獣も宇宙人もいつか本来の姿で仲良くできる、そんな未来を俺たちは目指しているんだ。この姿でなら卵と一緒に生きられる。親子で一緒に。人形だぞ、生きていると言えるのか。いつか元の姿に戻す技術も共存できる方法も発見する。豊かな星なんだ、恵みを分け合える方法はきっとある。生まれ故郷の星を魔獣ガーゴルゴンに滅ぼされ、地球に逃げてきたテル。けど自分と異なる存在を恐れてしまった地球人が彼を傷つけてしまった。大丈夫ですか先生を？はい。来る奴がここに。地球にもガーゴルゴンが襲来した。テルは地球人に傷つけられたにもかかわらず、俺と共に地球を救おうと立ち上がってくれたんだ。今までの怪獣とは格が違う。ああ、ガーゴルゴンは敵を石にする能力を持っている。テル！大地！俺は仲間を信じて
最後の力を振り絞り、ガーゴルゴンの弱点を分析した。大地、ユナイトを解除しろ。何してる。ガーゴルゴン解析完了しました。あそこが奴の急所だ。僕がおとりになる。君たちはその隙に奴の急所を狙ってくれ。あの目玉さえ破壊すれば X も蘇るはずだ。事情は分かったけど、あなた一人を危険な目に遭わせるわけにはいかない。私たちもこれまで何度も X に助けられてきたの。今度は俺たちが X を助ける番だ。お前一人を犠牲にして止まるかよ。ジオはこれより惑星ゴールドとの連携によりガーゴルゴンを迎え撃つ。ガーゴルゴン、僕はここだ。再びガーゴルゴンが姿を現した。惑星ゴールドとジオの共同作戦の始まりだ。ウルトライザーモード起動します。ウルトラマンの力をチャージします。今だ、撃て。外すなよ。ウルトライザーモード出力されない。トリプルライザーシュート。ウルトラマン X 復活します。みんな、ジオの仲間たちとテルのおかげで俺と X は蘇ることができたんだ。ジオのゲー大地行くぞ。おう。とっておきのアーマーを使ってやる。サイバーベムスターロードします。ついに最強の敵ガーゴルゴンを打ち破った。地球のジオと惑星ゴールドのテルの思いが掴んだ勝利だ。この時俺は改めて誓った。いつか地球と惑星ゴールドが心からつながれる日を目指すと。異星人との絆といえばもう一つ忘れられない出会いがあったっけ。強烈な出会いが。しゃ、面倒な奴が来やがった。ナックル星人を追って次元の彼方からやってきたウルトラマンゼロ。ナックル星人バンデロ、やっと見つけたぜ。俺と X が初めて出会った別次元のウルトラマンだ。ウルトラゼロキック。さてと。Hey!
人。逃がすなよ。待ってくれ、車の中に人がいる。何？離せ。待て。レイ、ゼロの鎧は次元を超える力を持っていた。その力を分析して生み出された新たなサイバーカード。完成です。ウルティメイトゼロロードします。ウルティメイトゼロアーマーアクティブ。こっちだ。それ俺の。さあ、レックスも来た。これのおかげで俺たちは遠い星に連れ去られたルイを助けに行くことができた。よくここまで来られたな。行くぞ。行くぜ。あっ。サイバーゴムラロードします。ゴムラ振動波。サイバーエレキングロードします。エレキング電撃波。ストロングコロナプラウルトラハリケーン。ルナミラクルゼロ、ミラクルゼロスラッガー。ん？そんなバカな。さあ、ゼロツインシュート。ザラディーム光線。ウルトラマン X か。また次元のどこかで会える日を楽しみにしてるぜ。もし他のウルトラマンにも出会えたら、別の宇宙のこと色々と聞いてみたいな。X との出会いで大きく動き出した俺たちの運命。サイバーデッドアーマー。この先もさらなる困難に新たな出会いが待っているだろう。ここがここ。 X が進化した。これからも平和のために力を貸してくれ X。 X の新しい力とするために開発されたサイバージェットンカードだが、そこに秘められた悪魔の罠が X の動きを封じてしまう。窮地に陥った俺たちの前に現れたのは赤いウルトラマン。次回、ウルトラマン X 狙われた X。